朝倉寛那選手です。では、朝倉寛那選手、えー、何を見せていただけますかえーと、軽く対面シャドウみたいなの。対面シャドウ。はい。わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい、パートナーを務めていただきますとは、倉倉寛那選手の戦いを見て憧れてこの世界に入ってきたという重田穂香選手、えー。パンクラスでもタイトルを取っています。それでは、二人の練習を見せていただきましょう。1分30秒です。それでは参りましょう。用意スタート今回は朝倉寛那選手引退試合です。 その引退試合のセコンドに浅倉環奈選手の影響を受けて格闘技を始めた重田穂乃選手がつくということです。ザ・ブラックベルトジャパンのまさに姉妹さあ、ローキックを放ってこうやって2人で公開練習という形でマスを見せるのも最初で最後になります。 左のストトレートタックルに入ろうという重田選手です今回が最後という非常に寂しい思いもありますが朝倉環奈選手ライジン女子格を引っ張ってきました何といってもライジン女子格の初めてのグランプリになりましたワールドグランプリで見事優勝を果たしています左のハイキック ライジン発散戦の頃にはまだまだ高校生でした。制服にオープンフィンガーグローブ姿というゲームのキャラクターのような入り立ちで衝撃を与えましたが。さあ持ち上げた重田穂高選手です。残り時間10秒です。膝切りを出していきます。右のフック。右ドフックを見せました。浅倉勘奈選手。5秒前です。そして重田選手も負けじと手を出していきます。ありがとうございました。1分半終了です。 あの、まあ、試合に向けて練習するっていうのも今回が最後になるかと思うんですけども、そういうなんか寂しさみたいなのを感じるのか、それとも試合は試合ってこう割り切って、あの集中してやられてるのか、心境はどんな感じでしょうかそうですね。まあ、いつも通り試合に向けて練習できてて、そんなに実感は今はないですね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いて質問がございます方いらっしゃいますでしょうか。バウテレビ、井原さん。 はい、お願いします。あの、井沢選手に質問なんですけど、まあ、打撃は見せたくないっていう話がありましたが、かなりその、エリーコーチとの、とか、まあ、他のトレーナーとですよ、ともやってると思いますけど、打撃が進化している自信っていうのがあるってところでしょうかそうですね、今、エリーコーチや、えっと、小倉さんとずっと打撃作ってきているので、すごい、今回は打撃で KO したいと思います。具体的にフィニッシュブローとしては何か、 飛び膝蹴りですねそれは例えばタックルにカウンターとかなんですかかね自分からいいきたいと思いますあと、まあ、もう一個、朝倉選手といえば、まあ、やっぱりレスリング、タックルとか強いかなと思うんですけど、そこの対応に関しては、自信はいかがでしょうかそうですね、自分は、まあ、寝ても立っても強いので、特にタックルを警戒せず、自分で試合作っていきたいなと思ってます。 朝倉選手は引退試合ですけど、あの、そこに対するどういった思いで戦うところでしょうか。まあ、同い年なので、ちょっと複雑な気持ちはあるんですけど、今回の試合は自分の強さを見せることだけに集中してます。ありがとうございます。ありがとうございました。続いて質問がございます方いらっしゃいますでしょうか。では e、e と吉倉さんどうぞ。朝、えー、倉選手に質問です。えっ、ー、と、今のですね、伊沢選手のその意気込みを聞いて、 どう感じられましたか。<laughs> 飛び膝怖いなっていう <laughs> 思いましたね <laughs>。まあでも自分もしっかりここに向けて、まあチャンピオン相手でなので本当に最後格闘技にしっかり向き合って今日ここまで来れてるんであの感謝の気持ちも込めてしっかり最後いい試合したいなっていうふうに思ってます。あの先ほどはあのシャドウ打撃のシャドウされてましたけども、あの朝倉選手も。 伊沢選手ように打撃でいくというところはあるんですか。うん、それはまああの試合を楽しみにしていただければ嬉しいです。わかりました。ありがとうございます。えー、自分の引退試合が、えー、間もなくになりました、えー。まあ時々ふと寂しいなって思う気持ちもあるんですけど、いつもと変わらずしっかり準備できたので、えー、当日楽しみにしていただければなと思います。応援よろしくお願いします。 続いて伊沢聖佳選手をお願いします、えー。今回の試合に向けてすごい新しいことに挑戦してきて、まだもうちょっと強くなれるかなと思うので、最後の一週間しっかりと追い込んで上げていきたいと思いますので、ぜひ試合楽しみにしていてください。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ではマイクを。この二人が愛まみえることになりました。朝倉選手の引退試合です。 どういった展開になるのか、今日大打撃を披露しなかった伊沢選手、これがまた試合にどういった形で現れるんでしょうかはいありがとうございました。